こんにちは、つちのこです。今日は7月10日バッチ取れるセンター更新日、こんにちは。今日の新作バッチはこれ、 3DS の箱ボーイっす。主人公はこの箱っぽいキャラ、キュービース。箱ボーイってちょっと前のゲームだよね。箱ボーイってどんなゲームだと思うんすか？パズルアクション。お、普通に当たりっす。箱ボーイ知ってたっすか？うん、あの実況プレイ見たことあるよ。箱を出す力を使ってステージを攻略していくっす。例えば穴があって通れなかったら、こんな感じで箱を出して、すごいね、なんかすごいリーゼントみたいな箱を足場にして先に進めるっす。こんな通れなさそうな場所も箱技でなんとかできちゃうっす。へえ、本当に？どうやるんだろう。まずは隙間に箱を出して、箱を出した先の地面へシュッと移動できるっす。さらにもう一回箱を出してシュッと移動シュッとするんだこれぞ箱スネーク、箱技の一つっす。他にも箱で身を守る箱ガード、高いところに箱を引っ掛けて上に登る箱フック、いろんな箱技を使って攻略、ひらめいた瞬間が気持ちいいっす。あー、なるほど。謎めいたストーリーがあるのも自分的に一押しポイントっすね。まさかエンディングで感動する系のゲームだなんて思わなかったっす。へえ、何これ、期待させちゃう感じじゃん。バッジは箱ボーイのステージを作れちゃう感じっす。白黒のシンプルさがかっこいいバッジっすね。テーマがあるともっと箱ボーイの世界になるっす。上画面はこんな感じ、星空が綺麗っす。このテーマ、お支払いプレイでプレゼントはしてないんすけど、してないんか。うちの店のテーマショップから直接買いに行けるっす。あ、販売ってことね。ちなみに200円らしいっす。箱ボーイの BGM 付きっすよ。あ、BGM 付きのテーマは結構人気あるもんね。マリオとコラボさせても相性いいと思うっす。地面くんとのコラボも必殺箱返しっす。他にも夏の新バッジ、夏服のしずえさんが入荷っすよ。季節イベントじゃない時のノーマルな感じのしずえさんっすね。あ、他のしずえさんバッジがアブノーマルって意味じゃないっすよ。それとはずいニュースっすけど、お得意様バッジ第2弾が入荷したっす。あー、かわいい。僕3番も好きだな。でも2番の照れてる感じもいいね。4番のね、アニメ調になってるやつもいいな。でもマッスルがいないよ。第3弾かな、マッスルは。90円遊ぶごとに1つずつバッジがもらえそうです。今回300円の時もらえるのは日記モードっすね。7月31日の朝4時までなんで、よかったらどうぞっす。じゃあ今日もご来店あざしたってことで、無料プレイプレゼント、もうすぐ夏休みっすね。夏の箱ボーイ祭りエンジョイっす。さて、ちょっと寝台見ていきましょうか。ほう、あーあー、これどういったらいいのかな。ちょっと難しそうだね。あ、この起動バッチ良さそう。シックでかっこいいですね。一番左の箱ボーイ集みたいのいいな。あー、ハンマー台で、これもなんか手数かかりそう。あ、なにこれ、すごい。これ左行ったらごちゃごちゃしちゃって、すごい手数かかりそうだな。あ、これもすごいね量が多い、とにかく。あー、すごい、これクレーンとドアももらえるんだ。うわ、どこ崩そうか迷っちゃうね、これね。そして箱系、あー、なるほどなるほど。箱系は1,2,3,4手ぐらい必要かな。あー、これも崩すのがちょっと難しいのかな。あ、そしてしずえさんか。よし、9台追加されました。じゃあ箱ボーイやっていこうか。どれがいいかな、どれが面白そうかな。よし、今日はこれいきましょうか。クレーンにクレーンを重ねるとうまく取れたりするんじゃないかな。ということで、クレーンにクレーンを重ねます。ほい、崩れてくれ。よし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 。あー、女の子は行ってくれない。なるほど、でも2手で取れるんじゃないかなと。はい、おお、思いのほか大きかった。はい、クレーンゲットです。アームでアームをゲットする。
さあ練習台行きましょう。あ、飛ばしちゃった。今日はカッペイの家族の台ですね。あのキャラとかあのキャラとかキリがないっすよね。じゃあ練習スタート。なんかポチポチやって飛ばしちゃいました。初めてだなこんな失敗。さてこれね、前回やりましたね。一番右の下校をまず取っていきます。一番左側のハイビスカスを取っていけばいいんじゃなかった。こんな感じで下校も取りたい。あれ、あら、引っかかんないで終わっちゃったか。しょうがないな。じゃあ右のハイビスカスを狙って崩す。よいしょ。うん、あー掴みたかったそれを。お母さん掴みたかった。じゃあね、次はカッペを押しつつクコを取るみたいな。無理かな。あー、いけ、掴んでくれ、落とさないで。あ、落とすよね、落とすよね。あー2周目いけなかったな。これはちょっと安全策で、お母さんの、空港を取っていきましょう。ん怪しい。よし、オッケーオッケー。さあそしてカッペ掴んでいこうか。はい、うん、これは大丈夫でしょう。なかなかみんなが独立しちゃったら2周目いくの難しいですねこれね。7枚、よし、1プレイはできるね。さあ当たり来い。1プレイ無料です。さあこれは女の子の箱ガールとかでいいのかな。箱ガールを取っていきましょう。よいしょ、ちゃんと掴んでほしいな。そしたらあの丸っこいのも取れるはずなんだけど、どうでしょう。あ、取れない。ちょっと押して、うん、いけいけ女の子取れないんかい。惜しい。はい、ドアの方ゲットできちゃいましたね。おしゃれプレイももちろんいっちゃいます。さあ取っていきましょう。まあもう大丈夫でしょう。あとは滑って落ちてくれるでしょうね。向こう側に行かないでよ、頼むから。よし、オッケー。向こう側にピョンって行ったらもう最悪だったけど、よかった。さあ次はこれ行きましょうか。こう奥狙ったら結構いけるんじゃないかな。ね、奥の四角いバッジを縦に差し込めば下に落ちると思うんで、右アームで縦に落とす。で左のアームが、右のね、左のアームが一番左のね、なんだろうこれ、箱紳士みたいなやつに引っかかればいけるんじゃないかな。いきます。なんか夢がありそう。ほい、どうでしょう。下落ちてそれ引っかけて、あー引っかかんない。そしてなぜか詰まる。うわ、わお、わお、うん、これはちょっとやめとこう。ということでね、今日はこれ因縁のね、これを取ります。真ん中によいしょ、アーム刺して、あれ大丈夫だよね。ウサギを取るよ。あれ、よし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 。そして最後エイを取れば OK。 うわ、なんか心配になってきた。今日で終了ですからね。いや、押し込めば大丈夫でしょう。よし、マグロの尻尾を押し込む。頼む。よっしゃー。あー、よかった。ふう、やりました。1日遅れのね、コンプできましたよ。
はい、箱、はい、箱ガールゲットです。そして因縁のねウサギのサントスとエイもゲットすることができました。お得意様バッジプレゼントですね。一番のバッジやりました。はい、今日のミーバスコーナー行ってみましょう。戦闘力たったの8っすか。大した相手じゃないっすね。え、普通のおじさんの戦闘力が 5？ それじゃあそこそこ強い感じっすか。あー、確かにドラゴンボールの世界ではね、普通のおじさんは戦闘力5ですから、8だよっていうのも可愛いな。そうだな、ミスターサタンがどのぐらいだったっけ。なんか測ったことあったかな。格闘技に強い人がまあそこそこあったような気がするような気がします。7つのベルを集めたらでかいドラゴンが出てきた。さあ願いを言うがいい。どんなバッジも再入荷してやろう。そこはタダでくれないんすか。お願いのスケールが小さすぎるっす。これ面白いな。本当にドラゴンに見えるからすごいよね。あの木なのに、木のバッジなのにね、ドラゴンに見えて、そしてクッパの顔がまたシュールでいいですわ。面白い。スターコイン7つ集めたらね、こんなのが出てくるでしょうか。そしてバッジがね再入荷してもらえるっていう、なんかバッジトレールやってる人しかな何も恩恵がないっていう、ちょっとがっかりシェンロンですね。はい、今日はねここで終わると思います。今日はね寝台は箱ボーイのバッジで、なかなかね種類多くて楽しそうなね台が多かったんで良かったです。しずえさんの台もあったしね。ということで、僕はねちょっとずつ、コンプしていきたいと思うんで、よかったらねまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。